本日はお集まりをいただきましてありがとうございます。まずはじめに党代表の神谷よりご挨拶を申し上げます。はい、皆さんこんばんは。今日は日曜日にかかわらずたくさん集まっていただいてありがとうございます。今回の選挙を開票中でありまして、今 NHK さんの映ってましたけれども、我が党は0から4ということで、民放の方では1というところも出ているんですけれども、我々の目標はもともと4でしたので、うまく票が入っていけばですね、多分深夜になると思いますけれども、目標の4に達するかもしれないが届かないかもしれないというところで、今選挙を見守っているというような状況であります。はい、今回はたくさんの候補に94名の候補に出ていただいてですね、今そこを見てましても、中には 10% を超えてですね、共産党や社民党といった、古くからある政党に、勝っている選挙区もありますので、多くの皆さんの協力のおかげでですね、なんとか目標に届くか届かないかというところの戦いをしているのかなというふうに考えております。はい、冒頭は以上です。それでは質疑応答の方に移らせていただきます。質疑の際は会社名とお名前を頂戴いたします。NHK の谷井です。神谷代表にお聞きします。ちょっと選挙結果出てないのでお答えにくいとは思うんですけれども、今回の選挙戦を振り返りまして、ご所感をお願いいたします。はい、正直言いますと、最初ちょっと滑り出しが反応が良くなくてですね、大丈夫かなというふうに思っておったんですが、まさに NHK さんの討論番組に出していただいてからビラの受け取りの反応が倍ぐらいに上がりまして、後半で一気に支持を広げられたんじゃないかなというふうに思っています。はい、あとはそうですね、やっぱり各候補も後半やっぱりボルテージを上げてやってくれたので、先ほど冒頭に申し上げましたが、目標に達する可能性があるという形で、出口調査も出てますので、今後の展開見ていきたいなというふうに思っています。あともう一点、全体の状況ですけれども、自民党の過半数割れが確実、自公の与党が過半数に届くかどうかが一つ焦点という状況になっていて、与党側にとってはかなり厳しい結果となっています。この衆院選全体 の結果というか、有権者のご判断はどのようにご覧になってますでしょうか。はい、我々も街頭で、自民党 の裏金の問題とかも少しは触れたんですけども、やっぱりそれに対して、感情的にすごく怒ってらっしゃる方々がいらっしゃるなというふうには感じましたし、それ以上に我々は減税というものを強く訴えたんですけども、やっぱりこの自民党政権、自公政権が続くとまた増税ですよというところの方がですね、やっぱり国民の皆さん、有権者の皆さんの反応が大きくてですね、やっぱり確かに石破政権であればですね、そういったことは起こりうるかもしれないというふうに皆さん感じておられるのかなというのはありました。ただ私たちが当初思っていた以上に自民党が議席を減らしそうなので、やはり国民の皆さんは今の国政に変わってほしいというふうな思いを強く持たれているということは結果から感じています。読売の福田です。政府与党の自民党がですね、かなり苦戦を強いられています。選挙後ですね、一緒にやっていこうなどですね、水面下での接触っていうのはありますでしょうか。いや、我が党は小さいので、はい、そういった接触は一切ありません。すみません、TBS の方なんですけれども、選挙戦を振り返ってみて、党としての主張に対するこの有権者の反応についてはどうでしたか。はい、先ほど申し上げましたけど、我々やっぱり減税と積極財政というのを強く訴えてきました。ただその中でも減税だけではなくて、税だけではなくて、税と社会保険料の合計、これ国民負担率と言いますけれども、ここに対してしっかりとキャップをはめていこうと。大体国民の所得の3分の1ぐらいまでに、税、社会保険料をとどめておかないと、国民の生活苦しいですよねという
ことを言ったときが一番やっぱり皆さん反応があったので、やっぱり国民の皆さんやっぱり経済的に困窮されてるんだなということは強く感じましたし、 あとは結構賛同を得たのは、結局自民党の政治と金の問題、これは解決したところで残念ながら皆さん の経済状況や生活は変わりませんよという話をするとですね、確かにみんな言われてみればそうだなというような形で、かなりその点も賛同は得たところだったかなというふうに感じています。時事通信、馬渕です。まだちょっと結果が出てないので少し早いかもしれないんですけど、まあ、来年の夏には参院選も控えておりますが、その参院選に向けての、まあ、ご展望だったり、今後の候補者擁立の、まあ、意気込みとか、そのあたりをお願いします。はい、ありがとうございます。今回やっぱり最低4取りたいというのはですね、やっぱり今回も党首討論に我々呼ばれなかったということです。あれ呼ばれてたら多分支持率倍ぐらい上がったんじゃないかなというふうに思いますね。本当に NHK さんに出る前と出た後で全然違ったので、やはりそれに定期的に出れればですね、次の参議院選挙も大いに周票が見込めるというふうに考えています。やはり参政党の主張というのは他の党とかなり違いますので、その点でやっぱり知ってもらえばですね、支持を集めることはできると思うんですけども、いかんせん認知度がないというのは今回の選挙でも痛感いたしました。ですから、まあ来年の参議院の展望はですね、まあ、前回もそうでしたが、45の選挙区には必ず1人ずつ立てますし、比例の候補前回5人でしたけども、まあ、それ以上に、はい、その倍ぐらいの数を立てて、全国比例でまず取っていくという選挙をやろうということで、まあ、年内中に候補も固めてですね、まあ、この選挙が終わり次第、まあ、いかなる結果があったとしてもですね、とにかく来年の参議院選挙で議席を確実に取りに行く準備を年内中に固めていきたいと思います。何度もすみません、 NHK の谷井です。先ほど与党側からの水面下での、まあ、折衝のようなものはないというご発言ありましたけれども、仮に与党で過半数割れしたときに、まあ、自民公明党へのですね、まあ、協力のスタンスといいますか、まあ、例えば憲法官なんかは立憲民主党よりも自民党に、まあ、近いスタンスでいらっしゃると思うんですけれども、自公政権への協力はどのようにお考えでしょうか。はい、まあ、我が党はマックスで4という予定ですから、まあ、あまりそこは考えてなかったんですけども、まあ、仮にあったとすればというふうに、かなり低い可能性 のことを想定すればですね、論点だと思います。やっぱり参政党は国益を守るということが第一なので、まあ、自公側の提案がですね、国益を守ることにかなうものであれば、醤油を捨てて台頭につくということは、我々の例えば3議席4議席が本当に客船ボートを握るならば、はい、それは協力する可能性は あるというふうには思います。ただ、まあ、単なる野望であればですね、我が党小さいので全然存在感なくなってしまう。それどころかやっぱり国民の期待を、ね、失ってしまうので、やはり我が党の例えば本当数名の数人の議席でもですね、なんか大きな国のテーマを変えることに役立つという大義があれば、協力はしようというふうに考えています。ご質問ありがとうございました。以上をもちまして、参政党の記者会見を終わらせていただきます。本日はお集まりいただきありがとうございました。あともう少し結果が出てきましたら、もう一度、はい、場を出していただいて中間の報告したいと思います。多分うちは最後ギリギリ1議席のところに引っかかるかどうかのところで多分今競ってると思いますので、多分最後までになるとだいぶ遅くなっちゃいますから、まあ、ある程度のところで見えてきたらですね、もう一回場を持たせていただいて、まあ、今日はそれで終了というふうにしたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。
よろしいですか。はい、では皆さんもうだいぶ遅くなりましたので一旦ここで中間報告ということをさせていただきたいと思います。まあ、今はまだNHK のは出てないんですけど民放の方ではですね、まあ、近畿ブロックで1議席取れるだろうということで、まあ、今のところ得票率で言いますと滋賀3区の北野さんが比例で上がってこられるのかなというふうに受け止めています。それからあと中間の報告ですけども九州のブロックでもですね、まあ、このまま推移すれば1議席取れるのではないかなというところを今感じています。あと南関東と東京がもうギリギリ足りるか足りないかというところなので、まあ、こちらはもう本当に明日でも今日ですね今日の朝の頃でないと分からないと思いますのでそちらの方はもうちょっと、結果を見守りたいなというふうに思っております。まあ、先ほど申し上げましたけれども、まあ、我々4議席を目指して今回やってきましたので、まあ、それがしっかり達成できるかどうか、それをしっかりと見てですね、でおそらく先ほどもこれも言いましたけれどもギリギリのところで、引っかかるか引っかからないかというところになるということは最初から予想していたのでまた明日もですね3時から記者会見を定例の記者会見と重ねてやりますので、まあ、そちらの方で改めて結果の分析等をしてですね、今後の見通しについて皆さんにお話をしたいというふうに思っております。はい、今日のところは一旦、まあ2議席ほどは取れそうだというところで、報告させていただきまして、明日の記者会見というふうにさせていただきたいと思います。遅くまで残っていただいてありがとうございました。朝日新聞の佐藤と申します。お願いします。先ほどの会見の時にちょっとお話が出ていた他党との連携の関係でちょっと何点かお尋ねします。はい、先ほどその国益を守ることにかなうものであれば協力する可能性はあるとおっしゃっていました。これは具体的になんかどういった点や政策を重視して判断されるのかもう少し具体的に教えてください。そうですね、特に今これ選挙でも皆さん訴えたのは国際情勢がすごく変わっていましてアメリカの大統領選挙もありますウクライナのこともあります台湾海峡での紛争もありますそういったやっぱり国防外交のところでやはり何か判断をしないといけないときとかですねこれはもう与党野党関係なく多分そこはもう力を合わせてやらないといけないところだと思うのでそういった場合を想定して力を貸していきたいというふうに申し上げました。この後協力の形なんですけれどもいわゆる例えばこう今まあ自公で連立の形をとってますがこうそこに入るのかそれともこう政策ごとに何か一致できるものだけ協力していく形をイメージされているのかもし現時点で何かイメージやお考えがあればお聞かせください。はい、ありがとうございます。本当に議席があればですねそういったことをもっと具体的に考えればいいと思うんですけども先ほど申し上げましたように今取れそうなのは2とそれがまあ伸びても4ということですから、まあ、それがよっぽどのことでない限り連立にどうこうという話にはならないと思うのであんまりそこのことは考えていませんと。ですのでまあ法案を通すときとかに数がどうしても均衡したときにであればやはり国益にかなうかどうかで考えて与党の側についてまあ与党というか自民党ですかね自公の側について賛成に回ることもあり得るというふうに思いますしただ今の状態でねどっちが政権交代になるのかどうか分からない状況なので政権のまあ例えば野党側立憲民主党側が与党になった場合でもですねそれはもう条件は一緒で。はい、先ほど申し上げたようなテーマであればもちろん野党であったとしても法案成立等に協力はするということで考えております。そうするとすみません確認なんですけれども立憲よりもまあどちらかというと、まあ、自公の方にこうそういった考え方は近いと思うんですがそうすると立憲との連携の可能性というのはもちろんなくってどっちかというとその自民だったり与党との連携の可能性の方があるという意味で理解してよろしいですか。間違ってますか。すみませんそこ不明確でしたね。とにかく我々野党なわけですよ今現在で次も野党になるだろうという前提で話してまして次与党になるところが均衡した場合にですね、まあ、もし我々の票が左右する時であれば、はい、与党側についたところ、うん、やはり物事を提案し決めていくのは与党側なのでそういったところに野党側であったとしても是々非々で協力するとそういう趣旨で申し上げました。わかりました。ありがとうございます。はい、他ございますか。
共同通信の浅田と申します。先ほど議席が獲得できそうな見通しということで一部報じられたということですが、どういった政策が届いたというふうに評価されたというふうにお考えでしょうか。まあ、政策に関しては我々やっぱり減税と積極財政ということで、まあ今回国民主党さんが手取りを増やすというような形でより分かりやすくおっしゃって3倍ぐらいに議席を伸ばされるという数字を見ております。まあ我々もその点は結構かぶっていたので、まあこれはもう別に他党の政策を見てから我々発表したわけではないので結果として同じようなことになったわけですけども、選挙の時も訴えていたのはやっぱりこう減税と、それからまあ我々は可処分所得を増やすという言い方をしてたんですけど、そういったところはやはり評価されたということだと思います。ただじゃあ国民民主さんとか令和さんともそこら辺似てて何が違うのっていうと、我々の方がよりこうナショナリズムといいますか保守的な政策を訴えていたので、まあ、そういったところが、まあ、差別化、その今名前を挙げた2党とは差別化ができたのかなというふうに考えています。はい、他ございますか。はい、なければ以上とさせていただきます。今日はありがとうございました。はい、すいません、遅くまで引っ張ってしまいまして、お疲れ様でした。また明日もよろしくお願いします。6分30秒。